エレベーターを降りれば作戦司令室へ着くみたい。作戦会議って久々だよな。堅苦しくなきゃいいけどよ。待つのがじれったい。なるほど、アグヌスのキャッスルへの潜入か。また随分と難易度が高い作戦だな。真の女王の行方を知ってるってやつ、誰だっけ。ゴンドーというものだ。ああ、それそれ。つまりはそのゴンドーってやつをキャッスルにある収容所から助け出しゃいいんだな。うん、奴らは捕らえた我々をすぐには殺さない。キャッスルの下部にある収容所へと収監するんだ。労働力にでもしているのか。副次的にはな。本来の目的は見せしめのためさ。見せしめ。奴らは毎年一回食の日にキャッスル南端の希望の丘という場所で捕らえた者たちの処刑を行う。そしてその一部始終を大空へと投影する。見せしめなのね。我々が無力だというな。処刑の場所が希望の丘って、悪い冗談にも程があるぜ。次の職までは一月くらいか。それまでに囚われた仲間たちと接触し、女王の居場所に関する情報を得なくてはならない。一月。ま、やるっきゃないんだろ。やってやろうじゃねえかな。ああ、最速でやろう。一日だって無駄にできない。守備よく潜入できたとして、例のあれは大丈夫なのかな。ユーニー、例のって。メビウスのあの赤いやつ。ああ、あれか。先だって渡した眼帯には特殊な金属が埋め込まれている。それがあれば、お前たちがウロボロスであることは連中には分からない。情報を得た後はどうする。どうやって逃げ出す。ケベスのアナイアレーターを破壊したお前たちだ。逃げ出すだけなら造作もなかろう。俺らはいいとして、あんたらの話だ。我々のことは気にするな。覚悟はできている。納得しろと。これはそういう作戦だ。しかし、お前たちにも覚悟を決めてくれと言っている。わかった。だけどギリギリまでは俺たちも粘らせてもらう。それでいいよな。ギリギリである必要はない。ほどほどで構わんよ。キャッスルへの移動と潜入の手段は造幣局のサモンというノポンに任せてある。詳しくは彼から聞いてくれ。
そういう間柄なんだ。実際に目にするのとでは違うな。友関係が広がったね。
サモンさんが言っていたミネの家はこの辺りだな。そいつ本当にエーテルシリンダー300本も用意できるのか。交友関係が広がったね。こいつは。こんな不便なところに倉庫なんて作るなよ。見つからない場所にしたかったんだろ。ま、情報は筒抜けみたいだったけどな。いいものを手に入れたぞ。もらっておこっか。
お、珍しいのがいるぜ。強そうなやつじゃねえか。もうちょっと行こう。このまま攻撃を続ける。なかなかの動きだ。トライト、ラッシュブラスト。無理すんな。そこだ。リマンドルクラッシュ。この程度は予測の範囲内だ。うまくできてるかな。助かせ。やりまた邪魔だ。俺が回復する。この程度は予測の範囲なんだ。ありがとう。よくも見よう。お前さんならまだやれるよな。見よう。何やってんだ太陽。まだだ、まだやれる。前に出すぎんなよ。ここ無理をやめて。君が言ってたのに。
系だった。え、こいつは。こんなに貴重なものが手に入ると。何があるんだろう。サイドはいいんだ。
これでエーテルシリンダーは大丈夫だな。サモンさんの元へ行こう。船か、楽しみだね。な、はっ。いろんなところに行ったよね。あれって、どこか別の道があったりしないかな。地形情報を更新した。ご苦労も。徹夜で組み込んどくから、明日の朝には船使えるようにしとくも。本当か？サモンに二言はないも。必ず仕上げとくも。ありがとう、サモンさん。礼には及ばないも。船いじりはサモンのライフワークも。それは…ああ、これは究極の船も。究極の船？そうも。大海の渦だろうとものともしないで突き進む、未だかつてないすんごい船も。まだ建造途中だけど、いつか必ず完成させてみせるも。男の夢も。ええー。